こんにちは、管理栄養士の佐藤です。今回ご紹介する食材はじゃん、そら豆です。今回のこちらのそら豆は愛媛県のベルグアスさんからいただきました。ありがとうございます。本日このそら豆を使って混ぜご飯を作ります。そら豆に含まれる栄養素には血糖の上昇を抑えてくれる食物繊維が豊富に含まれていますので、白米は食べたいけれど少し血糖値が気になるなという方におすすめの一品です。それではここからは早速料理を作っていきたいと思います。